今年3月、大手不動産会社。プレサンスコーポレーションの創業者で、元社長の山岸忍さんは。節目の日を迎えていました。いや、もう、こんなことはね、二度であっては困りますので。まあ、そういう、そのためにも、あの、私の今の思いを。あの、伝えていきたいなというふうに考えています。自身が逮捕された事件をめぐり。 捜査した検察官らを刑事告発したのです。二百四十八日に及ぶ身体拘束を経て、山岸さんは無罪を勝ち取りました。そして今、国家権力、検察を相手にした新たな戦いに挑んでいます。その日々を追いました。あの、きっちりとご説明された方がいいと思うんですよ。あの本当に少しだけでいいです。 教えていいただけないですか事の発端は3年前に明らかになった巨額応領事件です学校法人名城学院の当時の理事長らが学校の土地を売却して得た21億円を横領捜査にあたったのは政治家や大手企業の経済事件を手掛ける大阪地検特捜部でした山岸さんは 横領計画を知りながら、必要な資金18億円を貸し付けた共犯者という見立てに基づき、逮捕されました。しかし山岸さんは一貫して無罪を主張。今回、特捜部の取り調べや逮捕に至る経緯、そして交流されていた日々について胸の内を明かしてくれました。あの敷地っていうのはマンション用地として抜群です。 立地といい,いい環境といいまたその規模的なものといいあの最高です普通にその,応用されるのを分かってていいす人いないですよねその例えばお金に困ってて何かに困っててというんだったら分かりますけど私当時会社の業績もうなぎのぼりですししかし。 特捜部の捜査の手は事件の発覚からあっという間に山岸さんのもとに及びました毎回ね取り調べの最後の方に「ちょっと待っててね」ということで多分あの上司に報告に行ってるんだと思うんですね。でまあいつものことかと思って私が待ってたらいきなりあの怖い怖い顔して入ってくるんで興奮気味に入ってこられたんですねその女性の検事さんが。 社長こんなん出てしまったやんか私腹立つわーって,言って出て帰ってこられたんですよ何が出たんかなと思ってパッと見たら逮捕状で帰ってたんですよねえって感じですそうしたらもう間髪入れずに男性の人が五六人入ってきてまあ手錠腰越ながらです逮捕後も長時間にわたる取り調べが続きました取り調べの状況を 山岸さん本人が記した被疑者ノートそこには当時の取り調べのやり取りがうかがえます誘導尋問が出てきた「早くこんな事件を終わらせよ」と感情に訴えてきた全く予想していなかった突然の逮捕山岸さんの身柄は 拘置所に移されます。普通の精神状態ではなかったと思います。いきなりいい、えー。入ったら、シャワーした方がいいんですよね。であの囚人服みたいな緑の服着せてられて。僕いっぱい怒られました。あの、私、体を鍛えるのが。あの大好きなんで。で、一日決められた時間に30分しかできない。 ちょっとこそっとやってたら必ず見つかって怒られてました何度も保釈請求をしましたが財政隠滅の恐れを理由に請求は却下身体拘束は二百四十八日にも及びましたうちの嫁犯とか娘とか毎日ここから来てたんですね そう考えるとなんか考え深いもんがあるわ弁護団は山岸さんの裁判に向けて膨大な証拠を精査していましたそしてその中で特捜部の捜査実態が明らかになります鍵になったのは山岸さんの部から2人に対する取り調べの録音と録画 山岸被告の関与があるなら言わないとあなたの責任の重さも変わってきますよ会社が被った損害ははは億、20億ななどでは進まない。それを背負う覚悟はあるのか。厳しい態度言葉で詰め寄り自分たちの見立てに合う山岸さんが横領計画を知りながら金を貸したという趣旨の供述を引き出していました。 K さんに関して言うとかなり強圧的な取り調べも激しいあのもう机を叩いたりですねまあ怒鳴りつけたりとかですねそういう取り調べが続いてまずですねどなっているのはもうはっきり言って論外で一体この人何を考えていいるんだろうううなというふうに思いましたさらに Y さんは山岸さんの関与を認める供述をした後に その供述を撤回しましたしたかし検察官は聞く耳を持たず一度得た供述にこだわって捜査を進めていきました弁護団はこの検察の捜査の問題点を裁判で指摘結局裁判所は特捜部の取り調べについて必要以上に強く責任を感じさせ真実とは異なる供述に及ぶ 強いい動機を生じさせかねないと言及客観的な証拠も乏しく山岸さんには無罪判決が言い渡されましたで裁判官が「わ」っていうか「お」っていうか <laughs> ばっかり集中してました被告人は無罪被告人を懲役に何もあわ」って言ったと思ってたら。 傍聴先から歓声が飛んできたんで感じですね。今回の判決で厳しく非難された大阪地検特捜部実は10年以上前にも独自捜査の末厚生労働省の当時の局長を逮捕しかし裁判で今回と同じような強引な取り調べが明らかになり 無罪判決がが出てていい根本が何も変わっていない要するに自分たちの見立てをしてその見立てをしたままに突っ走ってしまうとあのもう全然調整が効かない方向転換もできないそしてあの客観証拠を禁止してですねとにかく取り調べで供述を強要するというもうその根本的な姿勢を改めなければいけないにもかかわらず あの10月28日に昨年の10月28日に判決が出てから何ヶ月経ってもそれについての反省の姿勢って一切見えませんよね。検察が抱えるる闇のの原因はどこにあるのか今回大阪地検特捜部を詳しく知る関係者が肉声を使用しないことを条件に取材に応じました。 今回その無罪判決が出た時なんですけれども率直にどういう感想を抱かれました私も正直驚きました上場会社の社長を独自捜査で逮捕拘留した事件でそのトップが無罪になるというのは聞いたことがないのでそういうのっていうのはまだ文化としては残ってますかここ10年ぐらいは客観証拠を重視しなさい 供述証拠に頼らず事件を組み立てなさいと口酸っぱく言われていて検察全体としてはその意識は浸透していると思いますただ取り調べの可視化などが導入される前の世代有益な供述を獲得して事件を組み立てるようなことが通常の捜査手法として行われていた世代の人が今管理職になっていますそういうい中で 難しい事件の局面で供述を取ってくる人がやっぱり優秀なんだという意識空気は特捜部にまだあります少なくとも私はこの事件を内部で検証したと聞いたことがありませんこの事件を個別の検察官の責任にしてはいけないと思います検察組織の課題として捉えて変えられずに残ったものを変えていかないといけないと思います 山岸さんはプレサンスコーポレーションの社長を辞任せざるを得なくなり社会的な信用も一時は地に落ちましたこの場所でたった一人で創業し東証一部上場にまで育て上げた大切な会社でした。 いや楽しくて仕方がないですワクワクするような感じですかワ,クワクします人がどん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 集まってきてくれるんです<ー>その、えー、社員もそうですし取引先さんもそうですし人が集まってくれるといろんなことができるようになってきますよね冤罪は本当に多くのものを奪っていきました 山岸さんは今年3月国に対して損害賠償を求める訴えを提起また関係者を取り調べた検察官らを承認違迫などの疑いで最高検察庁に刑事告発しました検察のあり方について国会の場でも検討をしてもらうため国会議員への陳情に赴くなど積極的に活動しています 検察庁は必要な組織ですで高潔な職業であってほしいとここのところは思ってますだけど全員が全員そうじゃないと思いますけど私が見た検察官は大変残念な人たちこういう経験をする人が少ない上にした後もある程度の余裕がある人間しかこんなことできないじゃないですか もう私の天命かなと、ミッションかなというふうに考えていますこの国賠訴訟や刑事告発に、検察はどう向き合うのか、その姿勢が今後の検察の行く末を示すものになるはずです。